では再び東京のスタジオからお伝えします。今日午前3時8分ごろ、北海道の胆振地方の中東部で震度6強の強い揺れを観測する地震がありました。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。ただ台風の影響もあって北海道でも雨が降っているところがあります。地盤が緩んでいる恐れがあります。この地震で土砂崩れなど起きる恐れもあります。危険な場所には近づかないようにしてください。各地の震度です。震度6強が安平町、震度6弱が千歳市、震度5強が札幌市北区、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新日高町です。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。怪我をしないことを一番に行動してください。震度5弱です。函館市、室蘭市、岩見沢市、登別市、伊達市、北広島市、石狩市、新篠津村、南幌町、由仁町、栗山町、白老町などとなっています。このほか震度4以下の揺れを北海道の幅広い地域で観測しました。この情報はラジオやワンセグなどでもお伝えしています。停電している地域もあるかと思います。どうぞこの情報を周りの方にも伝えるようにしてください。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。ただ暗い時間帯、深夜に起きた地震です。どうぞ落ち着いて行動をしてください。慌てて行動するとかえって危険です。カメラの映像は午前3時25分の札幌市中央区の様子です。周りが暗くなっています。少し一部電気もついていますが、その大部分が暗くなっている様子が見えます。札幌市の中央区、暗くなっているのが見えます。そして路上に多くの人がこう佇んでいる様子も見えています。で、外は暗い時間帯です。そして停電しているところもある見込みです。街灯が消えて暗い恐れがあります。懐中電灯などをご用意ください。また外に出る場合は足元に十分注意をなさってください。割れたガラスが落ちていたり、地面に亀裂が入ったりしている恐れがあります。どうぞ落ち着いて行動をしてください。ではここで室蘭放送局の西野リポーターに伝えてもらいます。 NHK 室蘭放送局。